イサベルハランのスペイン女王は、スペインの歴史ドラマ。全39話。ドラマの主人公、イサベル1世、イサベルの夫、フェルナンド2世子のテレビドラマは、レコンキスタを終わらせ、ポルトガルナバラを除くイベリア半島を統一。カトリック教会から、夫のアラゴン王フェルナンド2世と共に、カトリック両王の称号を与えられ、スペイン史上最大の名君と称えられる。 カスティーリャ城イサベル一世の生涯を描いた作品である。戦乱のカスティーリャ王国で、フアン二世と二番目の王妃、イサベルの子供として生まれたイサベルと、弟アルフォンソは、イボアニエンリケ四世によって、母と共に追放され、苦難の日々を送る。やがて宮廷に戻されるも、王位継承をめぐる争いに巻き込まれる。弟は、ハンエンリケ派に担がれ、国王と名乗るも救世する。 国王と5歳の娘の出自が疑われ、イサベルは多い継承形を勝ち取る。続編として、娘フアナ、孫、カルロスを主人公にした作品が制作された。イサベルハランのスペイン女王。2019年7月25日閲覧。あらすじ。イサベルハランのスペイン女王。2019年7月27日閲覧。見どころ。イサベルハランのスペイン女王。 2019年7月27日閲覧。ありがとうございます。